はい、始まりました。水色赤の秋人です。水色赤のミレービスケット。ミレービスケット。ミチルです。懐かしい？はい、いや、あんま知らんの。実はミチルも知らんのよな、これ。ミレービスケット。うん。これなんか家にあったんだけど、うん、昭和の頃から変わらぬデザイン、うん、おじいちゃん、おばあちゃん、お父さん、お母さんも食べた、ミレーは美味しい、真面目なお菓子ですって書いてあるのかな。何だっけ、真面目ななんとかってなんか聞いたことあるの。何だっけ、ない。ある真面目ななんとか。これ多分な、うん、昭和の昔からあるお菓子だと思うよな。うん、知らんけど。うん、でも食べたことなかったけど、家、うん、にあったんや。かわいらしい、なんか昭和のキャラクターみたいな。俺は今のキャラクターじゃないこれ。でもなんか。これあれじゃないか、柳瀬隆史系のキャラクターじゃない。柳瀬スタジオって書いてある。なんかやっぱりそうだ。そうな、知ったん。え、知らんけど。知ったんじゃん。知らんけど。これ高知県で、なんかすごい人気なんだって。そうなの。植民的な。植民なんていうの、国民的、うん、あの愛知県民。県民。愛知県民、愛知じゃない、なんだったっけ、高知か。うん。高知県民の、うん、高知的なお菓子なんだって。めっちゃ意味が。まあ、ね、高知県民が大好きなお菓子なんだ。そうそう、ソウルフードとも言われとるって書いてあった。書いてあったもん。高知県の、うん。食べてみるな。これ、何、すごい変な匂いするんだけど。嘘。ちょっと匂って。え、何これ。車のタイヤみたいな匂いせん、うん、これ、ミチル。え、これ食べれるの？違う、賞味期限切れとんだけど。切れとったけど、ええかも別に。え？切れたら食べれんの？え、これ、6ヶ月ぐらい切れとるけど、大丈夫な？なんか変な匂いすんな。賞味期限切れとるせいじゃない。ちょっと食べてみて。そんなん言っちゃいけんなんで。美味しい？ん？美味しい？味は美味しいよ。ほんと？なんかタイヤみたいな匂いがしたな、今。うん。オイルみたいな。うん。車の。あの、油かなんかが酸化しとったしたんじゃない？うんだ。うん。なんかな、うん。シュガーフライみたいな味。岡山の。何？シュガーフライって言うの？シガーフライじゃない？シガーフライか。あれみたいな味せん？あ、食べたことない。食べたことない。うん。懐かしい。おばあちゃんがよう食べよった。なんで知っとん？これ、柳瀬隆史が書いとるって。え、絵見りゃわかるよ。これ、みんな、わかるよね、絵見たら。アンパンマンので？うん。絵見たらわかる？もちろんわからん。アンパンマンの絵こそ、国民的な、あれじゃないか。うん。でもわからん、その絵だけど。でも、柳瀬隆史といえばね、うん。あの、短編が意外とね、面白いよね。うん。チリンの鈴とかね。とかな。なんていうか、バラの花と、女王とかな。王子とか。王子。星の王子様とか。星の王子様なんかやっとったっけ。知らんけど。うん。そのイメージ。うん。短編面白い。そうなんだ。うん。泣いてしまう。じゃあ今度それ紹介して。そんなわけで、はい、そんなこの昭和のな、うん、変わらぬデザインなんだって。うん。うん、今日はなんていうの、昭和のお話をしようと思ったのね。ほうほう。うん。この映画はな。あ、映画？うん、昭和の映画。ドーンって今出たな。あ、まだか。うん、今、昭和って出てる。あ、昭和って出ない。うん。昭和の映画。鬼が来た。鬼が来た。うん。昭和の映画な。だって、戦時中の映画じゃけんな、あれは。戦時中に作った映画？作ってはないよ。戦時中を。舞台にした映画だろ？戦争映画じゃけんな。うん。うん。この映画はな、うん、2000年に制作された。意外と新しい映画なんや。2000年新しいって言う時点でちょっとどうかと思うけど。23年前だろ？うん、23年前は新しいって言うわけ。見てるの中で新しいよな、まだ。うんうん、2000年なんてもう最近。うん。結構あの、古い映画とかも見るけん。ああ、そういうことね。うん。でな、白黒なんやな、これ、うん。で、白黒って言ったら結構昔の映画かなと思うが。うん、うん。1970年とか、60年とか。うん。うん、だけどな、白黒なんで ?2000 年なのに。わざとだろうね。うん。で、中国映画なんだって。あ、2000年だったんじゃん。うん。なんか、
すごいな、もうちょっと2010年とか、うん、15年とか、その辺かなと思ったけど、あれそんな前なんだ。うん、逆じゃんだ、見てると。うん、むしろもっと昔のやつかと思えた。あ、そうなんだ。うん、俺はなんかこう、最近やっとこういう表現の仕方ができるようになったんかなと思ったら、うん、この2000年の時点でそういう表現はしよったわけね。うん。この映画はな、見てるかな、うん、な、映画借り行った時に、うん、パッケージを見て、うん、もうこれ見てみたいと思って、うん、鬼が来たって、うん、書いてあった。うん、それでな、香川照之が出とったわ、はいはい、日本の、うん。話題のね。うん、話題のね。うん、でもこれな、中国映画なんで。ほうほう実は、うん。でな、監督が、うん、チアン、ウィン。え？チアン、ウィン。チアン、ウィン。チアン、ウィンって言うの？わからん。っていう人なんだって。うん、今なんか、ゲップした。うん。まあね。チャンウェン。うん。もう一回言わんでいい。チャンウェン。チャンウェン。うん。でな、これ、制作したのも、脚本もチャンウェン。はいはい。で、主人公もチャンウェン。あー、あれな。そういう、うん、そういうパターンな。エルトポン方式だな。うん、エルト、うん。とか、あの、低予算だったりとかした時のな。うん。やよくやるパターンね。しかしな、この映画素晴らしいよな。ほう。見て、とっても面白かった、この映画。聞こうか。うん。あんな、まあ、簡単なあらすじを言うとな。うん。まあ、戦争映画なんだけど、うん、中国の、まあ、旧正月。うん。正月前に、うん、まあ、日本で言うたら、うん、クリスマスぐらいな。うんうん。ぐらいの時に、うん、ある人が家に訪ねてきて。中国の？中国に。うん。うん、で、まあ、それ戦争時代でけん。うん。ちょっともちろんあんまりな、難しいことはよくわからないんだけど、うん、日本軍がその中国を、その辺を支配したんや。はいはい、そうだね。うん。だけどその中国人たちはちょっと、うん、なんて言うんだろうな、大きな顔ができんのよな。うん。小さな顔をして生きていくんよな。うん。ちょっと証言がわからないんだけど。うん。で、ある夜に、うん、誰かが来たんよな。うん。なんかわからない人。はい。で、銃を突きつけられて、この麻袋を預かってくれ、と年明けまで預かってくれって言われるんよ。で、嫌だなと思ったんだけど、銃を突きつけられてるもんじゃけん、うん、イエスって言うしかないが、うん、シェイシェイって言うしかないが、うん、まあ、シェイシェイはいって言うしかないが、じゃけんもう分かりましたって言って、うん、言うてしまうんよな。で、これを傷つけたりとかしたらお前殺すぞみたいなことを言われるんよ。で、その麻袋の中には、日本人と、通訳さん。中国人なんだけど、日本語と中国語の通訳さんが入っとんや。うん、その、あ、そんな大きい麻袋なの？麻袋。なんか、俺の中でもこのくらいのイメージだったの。麻袋って大体大きいが、まあ、大きい。こんな人間サイズの麻袋な。うん、そう、2個預けて、うん、で、まあ、年明けには、取りに来るって言って、帰ってったんや。うんうん、で、その男は開けたらもう人間が出てくるんよな。うん、で、日本人は日本語でブワーって罵倒してくるんよ、自分を。怒っとるよな。うん、殺すんだったら殺せみたいな感じで。うん、それが香川照之。それ、罵倒な。殺すんだったら殺せ。うん。罵倒ってどういう意味？罵倒って罵る感じだろ。うん。おい、何しとんな、このクソ野郎、うんこ野郎とかっていうのが罵倒じゃない。うん。まあ、そういう感じのことを言うんで。あ、そうなん。うん。何見とんなら、殺さんだったら殺せって怒って。はい、うわぁって、でも日本語わからんけん。うん、で、どうしようどうしようって思って、うん、まあ、いろんな人に、村の人に、まあ、ちいちゃい村なんやな、中国の。うん、で、村の人たちに、相談するんやな。うん、そしたら、まあ、みんな、まあ、とりあえず5日間、5日したら迎えに来るんでけん、5日間、うん、あ、そうね、そういう条件だった。うん。うんだって年明けには迎えに来るんですよ。クリスマスぐらいに来るんじゃけん。そうか、そうか。うん。で、とりあえず、ほな、ご飯をあげたりするんだけど、うん、その麻袋から出したら危険じゃがん。めちゃくちゃ怒っとるもんじゃけん。うん。で、文句ばっかり、ブワーって言うわけじゃしな。うん。でけん、もう麻袋とか、まあ、手とかをこう、くくったまま、ご飯とかあげるんだけど、ペ、うん、ーって吐いたりするんよ。うん。わざと。わざと。うん、もうそんな、中国人にそんな食べさせてもらわんでもええわみたいな日本人じゃけん。ああ、なんか失礼な人だな。ああ、でもまあ支配しとる頃じゃけん、そうなんか。そうそう。で、お前たちがさらってきたんだろうと思ったよ、日本人も。ああ、そういうことね。うん。うん、うん。
誰にさらわれたとか知らないよ。うん、で、まあ、気がついたら、うん、中国人が前にいっぱいおって、うん、あの、手足くくられて、うん、あの、袋に入れられとるもんじゃけん、怒っとるわけ。うんはい、で、もう日本人として、はよし、そんな、捕虜になるぐらいだったら死んだ方がマシじゃんみたいな。切腹させろやと。そう。殺すんだったら殺せとか言うんやな。うん、だけど、通訳の人が、これを言えって言うが通訳に。うん、だ通訳の人は、ええように言うよな、うん。この人こう言ってますよ。この日本人はこう言ってますよ。うん、それは、お兄さん、お姉さん、なんか、おめでとうございます。私は皆さんの、なんか、弟ですよ。あなたたちはお父さん、お姉さんですよ。みたいな通訳をするんよ。ちょっと意味がわからんけど。多分中国語で、中国で感謝の気持ちみたいなやつがその言葉なんでね。はいはいはい。なんか、ファミリーみたいなぐらいな親近感を持ってますよみたいな。そう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 。それで通訳は勝手に言うんよ。なんでそれは。だって、まだわからん。通訳も、うん、その日本人の香川照之も、二、うん、人とも朝袋に入れられて、うん、で、前には中国人がたくさんおって。うん、そうか、そうか、殺せとか、なんじゃかんじゃっていうのをそのまま通訳したら、自分の危ないけんか。そうそうそう。そう、てか、いいように言うよ、うん。なるほどね。面白い脚本だな。もうそこまでで。うん、それで、うん。それ通訳の人がな、とってもミソなんだけどな。うん、このドラマ、うん、映画。うん、ミソ。釘。鍵。鍵。鍵。ああ、鍵になる。鍵になるかどうかわからんけど、うん、結構はその見どころな、うん、あるね。で、しかし、うん、5日過ぎても、年が明けても、迎えが来んのよ。うんうん、だけど、捨てるわけにもいかんし、殺すわけにもいかんし、もしかしたら明日迎え来るかもしれんけんな。うん、だけど自分たちも食べ物ないんよ、うん。食べ物ないんだけど、その日本人と通訳の人に、ちょっと高い小麦粉を買いに行って、うん、あの、安いものだったら食べんと思って。与えたりとかするんよな。で、日本人、なんかこの辺撃たれて、うん、あの、傷があったんな、うん。それも直してあげるんよ。うん、献身的に、うん。だけど、懐かんのよな、日本人は。うん、もう、狂犬病みたいな。うん、犬が、わわわって吠えるみたいな。狂犬みたいな。うん、狂犬みたいに。うん、だけど、うん、この映画は、これだけじゃないの。うん。まだなんか俺それって開始5分ぐらいかなと思ってるけど。開始5分ぐらいよ。うん、しかし、うん、だんだん、この日本人の人は、うん、中国人の人に、まあ感謝をしていくわけよ、うん。ああ。ご飯をくれたり、髪が伸びたら髪の毛を切ってくれたり、うん、傷も治してくれたり、うん。だからだんだんちょっと、まあ、友情とまではいかんけど、ちょっと信頼しだすんよな、うん。で、そこで何が起こるかという映画なんよ。うん。戦争、戦時中の。ああああうん、でこれはな、うん、ネタバレはせんようにしとるけど、うん、ものすごく面白かった。うんうん、でな、多分な、難しい、なんか、なんとか党とかあるか、日本でも。共産党とか、うん、なんとか党とかあるだろ、日本でも、うん。ああいうのも多分関わってきとると思うよな。でも見てるようにその知識がないけん、うん、そういうのはよくわからんのんだけど、うん、で、まあ、鬼が来たって、だいたいまあ、中国の人って日本の人のことを鬼って言うんだって。うんうんうん、まあ、今では知らんよ。うん、この戦争中の。うん、なんかまあ、鬼に例えたりとかするんだって、うん。で、鬼が来たっていうのは日本人が来たみたいな感じで書かれてる。うんうん、まあまあ、なんか俺もそんな感じなんかなと思ったけど、タイトルのイメージから。そう。で、反日だとか言われとんだけど、うん、ミチェルはな、この物語を、うん、あの、通して全部見たら、うん、鬼は日本人のことではないと思うんやな。ほう。うん、何のことって言われたら、うん、まあ、みちろん戦争のことが鬼だと例えたんじゃないかなと思うけど、うん、まあ、一人一人の心に住み着いてる鬼が、現れたみたいな。そう、そういう風にも取れるんよな。でもな、これな、最後がな、うん、びっくりするどんでん大会なんよ。どんでん大会？違う。どんでん大会じゃなかった。ほんとな、すごい物語。うん。うん。びっくりする、最後まで見たら。なんか、待って、まだ冒頭部分しか聞いてないし。だって、見てネタバレすまと思うやん。ネタバレじゃなくて、展開っていうのがあるやん。うん。で、心を開いてきました。うん。で、どうなるんよっていう。心を開いてきました。うん。
で、うん、しかしこの時点でな、もう結構経っとね。半年ぐらい経っとんよ。そんなに経っとんだよ。半年も迎えに来んかったんよ。うん、で、もう、限界だと。食べるもんもないしな。うん、まあ、どうしようってなって、あ、日本軍に返せばいいんじゃないかってなるよ。はい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 。そうそうそう。そういうところまで行ってくれんと、うん。で、そこで日本軍と関わりを持ちますってことや。うん、そう、日本陸軍にこの男を返せばいいんじゃないか。うん、そしたら、我々は、中国人だ。我々は、この日本人を助けたんじゃけん、はい。怒られるどころか感謝されるべきなんじゃないか。はい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 。で、この香川照之も、うん、返してくれって言うよ。向こうに返し、自分が言うけ、うん。自分はこの中国人たちに親切にされました。うん、僕に、すごい、貢献的にしてくれました。うん、献身的に。献身的にしてくれました。うん、で、返してくれる代わりに、トラック2台分の食料を与えます、褒美にね。そういうのちゃんと約束するけん、って言うんよ。うん、それで中国人たちは日本人と通訳さんを連れて日本陸軍のところまで行くんよ。うん。ここから何が起きるか。あ、なるほどね。いや、いい、いい、そこまででいい、そこまでで。うん、そう、そこまで話してくれんと。うん。何が起きるか。まあなんかな、いろいろ予測できるわな。うん。こういうのって昔話とかにもよくある典型的なストーリーだけどな。うん。でもこれは興味をそそられるね。うん、これな、うん、もう、胸クソ悪い。あ、胸クソなんだ。方、なんかな、ちょっとコメディータッチにも書かれとんよな。最初の頃の、うん、その通訳が違うことを言うとか、うん、ちょっとコメディーっぽいような描写もいっぱいあるんよ、うん。で、あ、なんか面白い、コメディーっぽいやつなんかなと思い、うん、思ったりもするんよな。うん、その辺かな、ちょっとな、うん、ビューティフルライフだったっけ。ビューティフルライフ違ったっけ。ちょ、待てよ、の人の。違う、うん、なんか、外国の映画じゃが、戦争の。お父さんと子供がおって。ああ、あれね。Life is beautiful. あ、Life is beautiful? うん。なんか、からけど。ああいうのもちょっと思わせるような。あれもちょっとなんかコメディっぽいところもあったりとかするが。まあまあ、あれわざとコメディっぽくすることによって悲しさが増すけどな。そうで、でもこれもそれかもしれん。そうなんだ、そうなんだ。そういうところもあるのよ。うん。へでな、この白黒だった映画が最後カラーになるよ、うん、このカラーになるところもミソなのよな、うん、鍵、うん、鍵でもないな、ミソでいいよ、そこはミソか、うん、なぜここでカラーになったのか、うん、うん、意味があるんだ、見せるは意味があると思ってるね、うん、それはネタバレになるけん言わない、まあね、まあ、ネタバレ OK のところでは、うん、言うけど、まあ、その23年も前の映画だし、別にネタバレしてもいいんだろうけど。うん、あ、まあまあ、そうだ、最新作じゃないしな。うん、でもこれはな、うん、見てほしいんだ。うん、見たらな、うん、結構な、面白いし、うん、ちょっとな、中だらみするところがもちろんあったんだけど、長いんよな、とにかく。うん、長いけん、ちょっと中だらみするところもあったんだけど、うん、だけどな、香川照之の演技も素晴らしいんよな。うん、で、香川照之がこの、本を書いとんよ。この映画についてのな。うん、その本にもな、もちろんそれは見てないんだけど、うん、ものすごい過酷だったんだって。撮影が。撮影が、うん。で、やっぱり日本人って恨まれとんじゃら中国人にって思うこともたくさんあったんだって。あ、そうなんだ。うん、撮影しながら。撮影しながらな。うん、でも2000年なんてもう戦争終わって結構経っとんのに、そうだな。それでもそういう思ったりとか、そういう経験もしたりとかしたんだって。うん、だから、本当に辛かったみたい。十二指腸潰瘍になったらしいよ、この映画撮りに行って。中国人に対する仕打ち、中国人がしてきた仕打ちでってこと、まあ、仕打ちだけじゃないと思うけどな、現地で、やっぱ行きに、うん、日本とは違って。わかるけど、うん、でも、そんなにひどい仕打ち受ける。まあ、仕打ちっていうか、暮らしもそうかもしれんな。あ、ちょっと日本とは違う文化とか、がいろいろ違いすぎて。でももう2000年よ。それでもそういうストレスというか、うん、で、そういう風になったんだって。うん、だからな、当時の映画を撮るんだけど、本当に、こう、まあ、当時に生きとるような心地だったんかもしれんね。うん。うん、でもな、素晴らしい映画なんよ、これ。うん。うん。うちらは反日とか、うん、そういうのじゃないと思う。うん。なんかそこをきっちり説明した方がいいんじゃないかなと思うわ。う
反戦だと思う。反戦なんだ。戦争反対。うん、戦争反対ね。うん。だからこれ例えば登場人物たちがやたら日本を悪く言うとるとか、うん、そういう話じゃないんよね。うん、違う。そういうのはしっかり言わんとあんた。でもな、日本人の細かいところも、うん、この中国人の監督、うん、中国人の制作会社の人がしょんのに、日本人のちょっと細やかなところ、うん、例えば、うん、首を切るときに、うん、切腹じゃなくてそういうのなんていうの？解釈。え、違う違う、切腹の解釈。うん、切腹の解釈じゃないけど、うん、例えば人の首を跳ねるときに、うん、この首元を見るだろ、うんうん、そのときに首元にアリとかが生えたら、うん、それを、うんってどけたりするのよ。ほうほう。そういうなんか日本人の細やかなところ、ちょっと神経質なところ、はいはいはい、みたいなところが出とったりとかするんやな。ちゃんと、うん、あの、なんていうか、フラットな目線で、うん、描いとるわけだ。ただの敵とか、敵と味方とか、うん、正義と悪とかじゃなくって、うん、フラットな見方で戦争を、の、一個の悲劇、うん、みたいなものを描いたっていう感じ。そうだな。うん。じゃあな、戦争とか大嫌いなんよな。うん。でもな、戦争もの映画結構見てしまうよな。うん。うん。その中でもな、結構見てるよな、好きな映画だったね。まあまあ面白かったってことよね。ただのドンパチやるやつだとか、うん、ただのなんか、加害者、被害者とかじゃなくって、うん、一つの、なんていうの、その考えれるようなもの。うんうん、この村の、小さな村にやってきた、二つの朝袋たちが、うん、によって何かがこう変わってしまうとか、そうだな。そういう感じね。うん。あのなんかそういうのもちょっとあの、昔話っぽいよね。うん。そうだな。突然来た訪問者によって変わってしまうみたいなね。うん。すべてがな。うん。で、また中国のな、シナっていうか、うん、シナ地区のシナな。うん。音楽がまた素晴らしいよな。うん。流れるタイミングと、うん、あの中国のシナの音色、優しい音色があるが。うん。そういうのもな、なんか素晴らしいよな。うん。あとな、うん、緊張感も半端ないね。うん。いつ、この人が怒るんだ、ビクビクするような緊張感というか、うん、そういうのもあってな、もうぜひ見てほしい作品だね。なるほどね。うん。なんか今話聞いて、うん、あの、映画で言ったら、飼育っていう映画を思い出したね。飼育？覚えてない。白黒のね、大島渚が撮って原作が大江健三郎なんだけど。うん、知ってるよ、飼育。知っとん。うん。ね、どんなんどんなん。なんか物語忘れたけど、うん、なんかあったのは覚えとる。あの、日本の、うん、とある田舎の村に飛行機が墜落する。そうじゃな、うん。一緒みたいな感じやな。うん、じゃあそこには黒人の兵隊が乗ったの、うん、戦争中に、ね。で、これをどうしようかどうしようか村人が。うん、どうしたらええみたいな、うん。殺してもいかんし、うん、生かしといてもいいんかどうのこうの。で、とりあえず、うん、国か市かなんかよくわからんけど、そっから役人が来るまで、うん、この人を生かしとかんといかんだろうみたいな。うん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 、で、一個のね、小屋みたいなのに入れて、うん、その黒人を飼育するっていう、うんうん。あったあった。あの、あれの方が昔じゃな。あれの方がまあまあ昔よ。あれはだって白黒映画だけ、本当に。うん。うん、し、あの原作もね、うん。うん、もう、大昔のね、うん。うん。ちょっと覚えてないけど、一緒な感じだったような気もしてきた。一緒な。一緒じゃないか、でも。多分あれは、あの、まあ、いわゆる文学小説だけ、うん。まあ、あの、多分そんな物語の起伏というよりかは、うん、なんか、もうちょっと静かな話だけど。うん、そうなんだ、うん。まあ、とりあえずこのな、うん、鬼が来たのな、うん、じゃあ主人公のマーっていう男なんだけど、うん、まあ、監督もしとるし、脚本、うん、脚本制作、うん、この人のことがめちゃ好きになったね。あ、そうなんだ。そんなに良かったんだ。なんかか、同情してしまう。うん。うん。そんな映画だった。うん。気になった人は、うん。うん、見ればいいと思うよ。うん。うん、面白そうだね。それでな、うん、これな、うん、2000年のカンヌ国際映画祭でな、うん、あの、審査員特別グランプリを受賞したんだよ、うんうんうん、一応。じゃあこの監督も今有名になって色々撮ったんじゃないの？かな。うん。でも中国国内の上映禁止と DVD などの映像出版物の発売禁止処分を受けたよ、中国では。なんで？中国でこそ やった方がいいんじゃない？違う？うん、
の、なんだろうな。まあ、今では解禁されとるとか書いてあるけど。ああ、そうなんだ。うん。でもまあ、一時期ダメだったんだって。やっぱり。まあまあ、ちょっとこっから先はね、めんどくさい、めんどくさい話というか、うん、いろんな考え方もあるし。で、さっきも言ったけど、うん、なんとか党とかなんとか党とか、そういうのがな、すごい関わっとんだって。うん、で、見てるのはそこまではわからんかったけど、うん、まあ、映画として面白かったけん、うん、難しい頭抜きにして、うん、映画として見たときに、うん、最後が、もちろん衝撃だったね。え？最後が衝撃的だった。うん。来たんか。開けてきたんか、自分で。そんなわけでした。はい。ちやちゃんが来たんな。うん。これはまあ面白そうだね。うん。まあやっぱりそういうね、検索してもあまり出てこない映画みたいなので言うとね。うん。黒い太陽やらんといかんかな。黒い太陽一回やったよ。一回やったんだけどな。こいつが、ちょっと間違えて消してしもうたんや。消してしもうたんや。黒い太陽ね。うん、731舞台に、うん。またやるか。うん。やりましょうや。そうな。うん。そんなわけで今日は、うん、鬼が来たでした、うん。ありがとうございました。ありがとうございました。